はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新パックがね本日実装されまして、ついに来てしまいました。ぶっ壊れモンスターダイノルフィアレクスターム。この、恐竜さんなんですけども、これ本当に効果ぶっ壊れてまして、でこいつがやべえということをちょっと今日はお伝えしたいというふうに思っております。ジャンフェスでね、実装が決定したっていう情報を動画にさせていただいた時にちょっと一応説明したんですけども、もう一回説明します。ダイノルフィア融合モンスタープラスダイノルフィアモンスターという融合召喚条件で打点と、ダイノルフィアレクスタムさんね、打点が3000で守備力が0で、恐竜族の融合モンスターで闇属性、属性がね、なんか超融合とか聞いちゃうんですけどね、はい、で、1、2、3番の効果、ありまして、で1番目がめっちゃ強いと、自分のライフポイントの数値以上の攻撃力を持つ相手フィールド上のモンスターは効果を発動ができないということで、ダイノルフィアっていうのはもうひたすらにそのデッキ融合をしていくテーマになってるんですけども、このダイノルフィアフレンジーとかこのドメインっていうカードを使ってライフポイントをゴリゴリに削っていくんですね。でそうすると大体結構簡単に2000とか1000とかにライフポイントになるんですけども、そうなってくるともう2000以上ぐらいのモンスターは大体効果が発動できないと、実質、スキルドレインみたいな感じ、スキルドレインよりは強いね、効果が発動できないからそもそも、なので、スキルドレインよりはもうもはや強いということも言えるかもしれない。ただ発動されちゃうことはあるけどね、気抜いてると。で、自分相手のターンにライフポイントを半分払うと、相手フィード上の全てのモンスターの打点が自分のライフと同じになるということで、ダイノルフィアって本当に500とか250とかすぐなるんですよ、ライフポイント。なので、そうやってくると相手の打点を500くらいにできるとかいう、ぶっ壊れ効果が、発動できますんで、そうやってくるとこいつを戦闘で破壊するのもほぼ不可能という感じになるんですね。しかもこれダメージステップに使えると、はい、最強で、こいつが戦闘効果で破壊されると自分の墓地からレベル6以下のダイノルフィアモンスターを特殊できるということで、レベル6以下なんでね、レクスタム破壊されるとこのケントレギナちゃん出てくるとかこういうのはできますね、はい。で、今回ですね、新しく追加されたカードがフレンジっていうカードがありまして、これもデッキ融合なんですよ。これ UR だと思ってたんですけども、SR でしたUR めっちゃ多いんですよ、ダイノルフィアってね、デッキのデッキなんていうかメインパーツの中になんですけども、これは SR だったということでよかったですね、はい。で、これどういうことになってるかというと、相手のメインフェーズにしか打てないっていう効果ね。でライフポイント半分払うとダイノルフィア融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターをデッキおよびエクストラデッキから1体ずつ墓地送って融合召喚できますよっていう効果がありまして、で効果ダメージをね、2000ポイント以下と無効にするっていう墓地除外の効果もあると。これでデッキ融合していくんですね。で、簡単にこのフレンジーを発動するだけでレクスタームが出ると、要するに1枚コンボ1枚初動となってます。でこのダイノルフィアフレンジーをテレジアでセットできるんで、これも1枚初動になっておりまして、今回1枚初動がかなり入ってますね。テレジアだとか、ドメインもそうなんですけども、ドメインでレクスタム出す場合はどういう風にやるかというと、ドメインでケントレギナ出して、でケントレギナの効果で自分の墓地のドメインコピーできるんで効果をね。なので、自分巻き込んで、自分が融合モンスターなんでケントレギナとデッキの中の適当なテレジアとかで融合してレクスタムを出していくっていう感じなので、ドメインからでもフレンジからでもどっちでも別にレクスタムは出るという感じですね、はい。ドメインから打つとライフポイント減らせるので、なんなら逆にアドです。で、今回のギミックはダイノルフィアをメインに活躍させていくデッキにしてあるんですけれども、こいつをですね使っていくというか、こいつと合わせるのすごい相性が良くて、これなんでかっていうとライフポイント半分払えるんですよ。半分払ってザーク出せるんですね、はい。でザークが結構ね、この墓地効果強くて、相手が魔法カードを発動するとやばいモンスターいっぱい出せるという効果が書いてありますんで、これで、魔法カード の発動を牽制していきながらドメインとかフレンジーで、そのケントレキナーとかレクスタームを出していって、でレクスタームを着地させてレクスタームの制圧効果で、相手のモンスター効果を完封していく、こういう感じになりますね基本的には。で、弱点なんですけど、このデッキとにかくですね、墓地および手札で発動する効果に弱いんですよ。あと魔法トラップ、これ要はモンスター効果を無効っていうか発動できなくする効果なので、レックスタームがだから、例えば勇者っていうところのドラゴバックとかバウンスするようなねとか、今回入ってますけど強制脱出装置とか、こういうのにも弱いですし、あとね、墓地で発動する効果、例えばミラージェイドの自爆特攻とか、なんかミラージェイドって結局相手に破壊されると墓地で発動する効果なんだけど、ああいうのにめっちゃ弱いんですよこれね。
なので、まあ、そういうのをケアするように今回はもう楽園ユーゴだったら打たせないっていう対策を取っていて、まあ、封じの方向をガン詰めされているのと、あと、殴ってきたとしてもあのバウンスしちゃえばいいという話がありますので、強制出し装置をガン詰めしました。で、まあ、この辺の通常トラップカードは全部、トラップトリックでセットできるようになっているので、まあ、ここは臨機応変に、ね、対応していくという感じですね。で、このデッキマジで先行一旦目特殊召喚しないんですよ本当に。なので、合剣とか、金剣とか使ってデッキの中のカードの中から、好きなカード持ってきて、で、まあ、ガン伏せして、返していく感じのデッキとなっております。まあね、あのこの辺の、覇王とかあの和風寺とかはあのお好みで強制出しとしか、この辺はお好みで変えてもらっていいので、割とスロット余ってるから手札開発めっちゃ入れてもらってもいいですし、なんか結構自由枠あるんで、じゃなんならこのダイオノフィアっていうデッキがレクスタームとフレンジだと、あとまあテリジア、それからエクストラデッキにまあケントレキなんかセレスベギア入れとけば出張パーツになるんですよね。まあ、ちょっとこの後楽園ダイオノフィアっていうデッキもご紹介しようかなと思ってるんですけども、今回のね、あのパックはね、マジでね、これとこれ生成してもらったらいいと思うわ。パックがさ、ビニオングオブターモイルってやつがあるんだけど、この中の新規カードのダイノフィアのこのレックスタイムと、このフレンジーだけ生成してもらったら多分ね結構簡単に遊べるのかなと思うんで、あーまあ一応ねテリジアはいります、はい、なんですけど、まあ、この辺についてせてしまったら簡単に遊べると思うんで、まあ、全部は向かなくてもいいからちょっとだけね、あの向いてもらって、なんかお試し感覚でやっていただければと思いますんで、早速ねこのレクスターム君の制圧力お見合いしていきましょう。デュエルスタート。さあ新しい恐竜さんの力を見せてやる、ザウルス久しぶりだねダイノルフィア使うの。レクスターム来るまで封印でかなとか言ってたんですけど、ついにレクスターム君が来てくれましたね。さすがに名もないに相手、じゃあまあさすが、いやこれ難しいんだよなこれ。これね、うららめっちゃ踏むんですよねこのカードちょっと頼りないな若干ハンド的には。一回マフージの方向を開いて添え顔するしかない。さあ行こう、アイヒロドローフェイス。さあ絶望の絶望の、はい、ツインツイスターあります、コズメクサイクルありますかと。はい、今封じの方向まこれで結構ルーンとかも割と破壊のルーンとかなければ黙ってくる、はい、割と対策はできているとは思う。さあどうする、マフージの方向によって、お互いに魔法カードはセット、よーし楽園だ、これは刺さるぞマフージだけで勝てるまである。なんならこのなんか謎の壺を開くだけで楽園はなんか泡吹いて倒れるという話を俺は聞いたことがあるぞさああとはドメインにうららが打たれねえことを祈るのみだな。ヘリジア君はうらら踏まないんですけどね、ドメインがうらら踏むんですよね、ありえないくらい。おっと、さあこれ完全に魔法カードでしょうね、まあ、楽園融合とか赤の楽園とかセットなること。メインフェーズ終了前、うわダイドロフィアドメインを発動、4000ライフを支払って、これなんだよな、これなんだよ、このデッキの弱いとここれなんだよな、これなんだよマジで、マジでこれ、このデッキの弱いところはね、ここに裏めっちゃ食らうっていうね、墓穴ホールとか入れればなるかもしれないね。これちょっと待って、一回さ、これちょっと無限行為をケアして強制立ち装置からのテリジアを一回戻して、でこれで、はい、まあそこにセットされたカードが強制立ち装置だと、間違えた、無限行為だとどっちも無効になるかな。これ一回こうしといて、で、まあ、どっちも同じか、でテレジア召喚か、はい、でテレジア効果発動するんだけど、なんかある無限行為はなそうですね。これで、もう一回ちょっとおかわりするしかないドメインが無効にされたので、まあ、フレンジをもう一回今度はセットして、で、まあ、ちなみにもうこれもうらら踏みますから、はい、これもうららを踏みます。普通にで、これでバトルか、なんかデュエルリンクスムーブにでもしようかな。メインフェーズ1で全部セットするっていう、なんかトラップデッキだからあんま関係ないか、何あれ、なんか増殖する G とかって嬉しいの、そんなわけないかまあ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 抜けないよね、1800種類あるもんね、抜けないよね、エンドだね。まあ、あとはフレンジ打ってこれ3700になったので、これだいぶライフ減らせますから、フレンジさえ通ればって感じですね。あとはあのクセカード3枚多分発動されるんで、んーとトラップトリックがあるから、まあ失楽院 OK、 失楽院はいいや。いやこれもう1枚うらら打たれたら俺さすがに怒るよ、パス
チワークも別にいいか。こっち1回打つかも。ちょっとこれどう、満を持して、満を持して1850来た、1850来た。恐竜さんと恐竜さんの魂を合体するザウルス融合召喚、あらあらろ、ダイドルフィア、ケントレギラきたからのからの、あれ無限保養だったら絶対打ってるんで、無限保養ではないことが分かってるんで、ここでケントレギナザウルスちゃんの効果を発動し、ケントレギナの効果、フレンジーの効果をコピー。さあ925ライフポイントは925、つまりもうやつは925以上のモンスターの効果を発動することはできない。つえ、もうデスペアとかも無理だぞ。行け、ダイドルフィア、レクスターの召喚ムービーないんかーい。召喚ムービーないんかーい。いやこれあってほしかったな。スプリガンズキットも効果は発動できない。スプリガンズキットは打点が1700もあるらしいですね。じゃあ効果発動できません。いや、はい、クソゲーセット、なるほど。おっと諦めたか、もう無理だろ。でもこれ結構きついぞ。925以上のモンスターの効果続けないから、これはね、ちなみに、楽園融合から、出てくるミラージェイドとかで自爆特攻とかされると結構きついですよね。で、それのために、ベルテラナコ。何？貴様！その効果で融合しようというのか。このミラージェイド出されると結構めんどくさいですよね。これさ、一回撃っといたらいいか、じゃあ。925割るには ?500 キルな。500キルっていうか、500キルっていうか別に、同じになるからいいのか。これでもレクスタイムの効果発動したら、これ相手の、攻撃力を自分のライフと同じにするっていう、相手の攻撃力を463にするっていう効果なんですけど、463にするっていう効果強いな。これで、アナコンダ君も置物です。はい。これで置物化成功。はい、パッチワークはどうぞ。きついだろ、これ。これきついだろ、これ相手。これ厳しいぞ。アナコンダさえも無力化させてしまった。もう奴はもう何も効果を発動できない。すべてのモンスターの。これは厳しいはずだ。そんな癖になって怖いから、逆に。どうせ魔法カードやろあれ。融合かパッチワークなんかだろあれ。エンドフェーズいいだろ。トラップトリックで発動するか。何があんだっけ、トラップトリックで俺発動できんの。魂あんじゃん。神。ハオリの魂をゲームから除外。さあ、次のターンにお前は絶望を味わうことになるぜ。この脱法召喚コンボによってな。俺のターン、出る。ちなみに一応ですね、まあ、神通とか入ってないと思いますけど、神通とかが一応あるんで、ケアをしながら殴りに行った方がいいですね。このまま脳死バトルフェーズだ。行くぜ、行け、テレジアちゃん。おお、ニーハイキック、よし。からの3000打点でボーン、3537。なんでこいつら攻撃力3530までドーン。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。ライフポイント231支払い。いや、このザークコスト安すぎるだろ。231支払ってザークで出てきたけど、これ脱法だろ。231なんだよ、このザークのコスト。安すぎませんかね、これ。231で出していいモンスターじゃないと思うんだが。うらら一枚で止まってくれるデッキだとありがたいんだよね、これね。ちょっとね、今回結構先行に寄せてるんで、構築を。誘発もちょっといっぱい入れると、高校にも強くなるとは思います。かなり入ってるんですよね、先行用のカード。まあ、今回の巨奪とか、あと魔封じとかも入れてるんで、今回。トラップトリックとかね。はい。なんで、まあ、トラップデッキとはいえ、結構、なんかね、ちょっと遅いフュージョンデスティニー打ってる感覚に近いんですよね。ダイノルフィアって。ちょっと遅いフュージョンデスティニーみたいな感じ。相手ターンで打つ。のようなイメージだから、まあ、不安だりつか。なるほど。ストーリーね。オッケー。ストーリーイグルン、ね、あ、じゃあ、ロビーナか。ストーリーロビーナ、オッケー。これロビーナ当てるしかねえな。ロビーナに当てて、止まってくんなかったら、オア終わりという話はあるんだが、まあでもこれ逆に無限保養じゃなくて強かったかもしれない、うららだから。旅自宅とかでこれ持ってきても、これ召喚剣使ってるから、いや、ここうらら打つしかないね。ちょっと止まっていただきます。
止まっていただけると嬉しいんですよね。止まっていただけませんかね。止まっていただけ、うーん、大丈夫だ。それはいや、もうこう召喚剣使ってるやろ。え、これもう一枚火球あったらさすがにきついが、これ地図からのもう一枚火球でなんかぶん回しみたいなこと起きます。いや、これ止まって、これなんか止まりそうだけどな、これで。フランダリズイグルンはいいや、イグルンはオッケーで、うららで止まっていただいて、で、まあこれは召喚、オッケー、耐えたー、耐えたー、平泉聖です。増殖所持、うわ、キモいカード来た。全然いらねえ、びっくりしたわ。ハンデスだ、これハンデスなんだよ実質。いや、これ増殖するシーンとかいうカード、マジフワンダリーズ対面マジ刺さんねえからさ、このカードどうにかしよう。全然増殖しないよこのゴキブリ、ふざけんな。これさすがにドメインか、ライフポイントをいっぱい減らすんだったらドメインなんだよな。これさ、メインフェーズ1開始時向こうがなんか優先権移っちゃうんだよね。これ殴った方がいい、いや殴んなくてもいいか、こんなの。殴ったら逆にまた帰ってこられてめんどくせえな。これちょっと一旦猶予もらってるからさ、普通に何もなんかあの殴らずにとりあえずあれ置いといたんじゃない、あれ、あれ置いとく説結構ある。パオルの魂、ダイノフレンジ強制出し装置、さすがにこれはフレンジだな。これフレンジ、フレンジドメインできんじゃん。これフレンジドメインできるから、まあ割とライフは減らせるな。フレンジドメイン魂できるねこれ。ライフポイント一気に1000コンボできる。あ、じゃあ4000、2000、500コンボか。ライフポイント一気に500コンボできる。自殺願望者みたいなコンボできる。ドローフェーズ、ハオールの魂の効果を発動。ハオールの魂の効果により4000ライフを失うことにより敵から脱法召喚、あらあらろ、ハオーリーザクトゥ。こんな簡単に出てきていいモンスターじゃないけどなこいつ。世界を終わらせる能力持ってるんぞこれ、月章。なるほど、あ、これ自分でぶっ破したけど、いやこれ普通にハオールの話を言うすけど、これ裏あります。一回ハオールザークをゲームから除外して、魔法カード打ってくれたんでなんか知んないけど、これでロビーナどかしたいんだろうねこれ相手。ロビーナどかしたい、一個殴んないの背があったこれ多分。ダリー貴様やるな、クソ大変身はできないか、脱法召喚からの脱法召喚コンボがやるじゃねえかあいつ。ハオリウザークはなんかこの墓地から除外するとなんかいっぱいなんかその覇王剣竜系のモンスター、剣竜っていうかなんかいっぱい出せんだけど、それは無理らしいわ相手、まあ、きついもんな普通に。クリスタルクリアウィングドラゴンとかクリスタルウィングシンクドラゴンとか結構きつそうだもんな。あるイグルン召喚、いやこれ、え、なんで効果発動しないのこれ、わからん、なんだこれ、あれ今効果発動した、あれ効果発動、あれしたっけこれ、ちょっと待ってわかんねえ、ここ出すしかないのこれ、まあ、とりあえず下級モンスターたちの効果は全部無力化させてもろて、とりあえずドメインフレンジー魂ドメインフレンジーコンボねこれ。自殺願望者すぎるでしょこれ、どんだけ自分でライフ削るんだよこいつ、やばいだろっていうね。フレンジー効果、デッキとエクサデッキから融合再保持を送ると、あ、これステルスベギア送ってください。基本的にはハカーナとか食らうとめんどくさいんで、これステルスベギアを墓地に送って融合召喚するとハカーナとか食らうと大丈夫なんで、はい、にしてください基本的には。でドメインはまあケントレギュラーでいいかな、はい。でこれはですね、フィールド上のテリジアとデッキのディプロスで融合して、あ、ちなみに今回本当ディプロス引きたくなさすぎてディプロス1枚しか入ってないんで、デッキの中に今、まあちょっとデッキ紹介時点で分かんないけど何枚になってるか、ぜひね大事に使ってください。デッキの中の融合素材はすぐなくなるんで、これでなくなりました、これでデッキの中の下級モンスターがいなくなりましたと。もう融合素材ないっす、早いでしょ、これでなくなるんですよもう。はい、もう最後の融合素材使いました。さあレックスタイムズドーン、はい、最強はお前も500以上のモンスターの効果発動できねえからよろしく。あ、ナイチンゲール、あ、そういうことか、あ、なん
あぶねえ、これ、巨奪あってよかったー。あぶねえ、死んでた、これ。あぶねえ、そういうことか。だから、効果発動しないの、そういうことか。なるほど。やべ、浅かった、俺、プレイングが。あぶねえ。あぶなかったー。よかった、持っててよかったー。戻れー。あぶねえ。あぶねえ。戻れ、お前は。まあ、そんな効果を使っても意味ないぞ。これは戦闘効果で破壊されない効果が戻ることに対してはない。バイバーイ。あぶねえ。あぶねえ。めちゃくちゃあぶねえ。焦ったー。耐えたー。そういうことか。やべえ、ちょっと見落とし。見落としてました。あの、効果使わなかったらそういうことか。バトルフェイス。まあいいや。結局このパワー系恐竜モンスター3体になるって終わりだ。くとばれ。対戦。ありがとうございました。これが恐竜さんのパワーザウルス。これは環境変わるぞ。あー、ディプロスめっちゃ来る。ディプロスしかこのもうこのなんかディプロスとかいうなんかそのこのなんだろうな、あのディバイン外見を感じるよね。なんかなんもねえな相手。無限攻撃エフェクトビーダーはないと。そのあのね、このディープロスというモンスターマジゴミだから、来たら手札にトラプトリック。あー、魂いいじゃん。魂ええやんけ。魂はええ。これで魔法カードのあの発動をね抑制していくことができる。これさ、これマジであれだよね。ディープロスがなんかディバイン外なんだよね。ディバイン外でありダッシュ外なんだよね。そのデスティニーヒーローデッキってか、デストヒーローデッキっていうか、フュージョンデスティニー出張パーツを使ってない人だったら分かると思うんですけど、ディバインガイ引いた時なんかめっちゃうざいじゃないですか。あれと一緒。なんかディバインガイ引く感覚に近いよね、かなり。さあ、ザーク君の効果を発動するか。これは無効になってるからあまり意味がない。さあ、魔法カードを使うと変身すると。私は超変身だ。何ゴードン、なんだろうなこれ。双剣かな。ハワリの魂ちょっと一回使いまして、さあ超変身です。出せるかな。あ、そうだな、双剣っぽいな。クリスタルウィングの方が強そうだな。これね、相手のね発動する魔法カードでデッキ読まないといけないんですよね。クリスタルウィングとクリスタルクリアウィングってちょっと役割違うんですよね。なんで、まあ、ちょっとここは双剣だと思うんですけども、ちょっと違ったらごめんなさいなんですけど、こうしてクリスタルウィングの方が多分強い。はい、多分強い。多分羽暴起。いや、これでもね、あのこのだけなんかあんま羽暴起効かないんだよね。別になんかね、出せばいいから。あのこれ例えばさ、これ今フレンジもこれドメインも別にチェーンすればいいんですよ。これだからね、あんまり羽暴起効かない的なとこあんだよね。フレンジ発動でしょ。だからね、別にね、なんかね、なくてもいいと思う。例えばなんか神戦とか、なんか、あ、でも勇者ギミックとかは結構きついけど、あの魔法トラップカード無効がないと結構ね、ドラコバックに弱いんだよね、レクスターム君とかって。なんだけど一応こうしておいて両方ともこれ発動できるんですよ。別にこっちですね。はい、そちらにドメインのなんだっけ、効果で、融合スターにするディプロさん残しておいた方がいいですね、基本的には。はい、まあ、これはね、レックスタムがそうこうやって出るんです。別に出るんで、ね、そんなに困んないです。トゥーンの目次、あれなんだこれ、トゥーンの目次、戦闘機か。トゥーンブラックマジシャンガール。いや、やばいモンスター持ってきてると。ああ、戦闘機か、なるほど。あ、これで魔法カードを貯めに行って、トゥーンブラックマシャガーなんだ。ここだからトゥーン、あぶねえ。なんかこれエクストラデッキでモンスター出してるから、これトゥーンなんかあれじゃん。トゥーンサイバードラゴンみたいなやつと一緒にさ、なんか、メガフリートとかされるよ、これ。ここ出しちゃダメだな。トゥーンワールド。入ってんだ、それ。なるほど。レイ加えてトゥーンワールド発動はいいですけど、これ待って、トゥーンワールド入ってるところやばくね？戦闘機レイはいいわ。あ、戦闘機ってダイレクトアタックしてくるやついるよな。なんだっけ、ハヤテだっけ。千、あれでも打点2000ねえよな。これさ、これ、それやばくね？
それやばない？待って、あいつダイレクトアタックできるのこれ。こいつは確かさ、出たターンに、あちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これどうしたらいいですか僕。あれこれ俺どうした、ちょっと待って、これさ下げても結局これ1000になるんだよねこれ。こっから、ちょっと待って、こっから入れる保険ないんすか。